ハラールはエチオピア東部の都市でハラリ州の州都、首都アディスアベバからは約523キロメートル離れており、エチオピア高原の東の丘の上にあるジュゴルと呼ばれる城壁に囲まれたハラールの街には87のモスクが存在し、16世紀から19世紀前半にかけてはイスラームにおける第4の聖地とも考えられていた。この歴史的街並みは、 歴史的城塞都市、ハラール・ジュゴールの名で2006年にユネスコの世界遺産に登録された。また、何世紀もの間ハラールはエチオピア各地、アフリカの角、アラビア半島などを結ぶ交易の中心地であり、港を通じてそれ以外の世界に開かれていた。さらにハラールの名は独特のコーヒーの名前にもなっている。日本語においては、ハラル、ハラレ、 ハーラルとも表記されるが、ハラールの表記が、現地の発音に近い。ハラールの住民は、キリスト教徒やムスリムだが、その民族構成は多様で、アムハラ人、オロモ人、ソマリ人、クラゲ人、ティグレイ人などからなる。しかし、市内で優勢なのはこの町の先住民である、ハラリ人である。彼らは自らを、ゲイウスと称するセム系民族で、かつては、 アクスム王国の軍事的前哨拠点を出自とする人々と考えられていた。ハラリヒは民族集団を固示するよりも他の集団と混じる傾向があり、またイ法人にも好意的であったことから、今日の彼らの区分は厳格な民族集団の区分というよりも文化的、社会的な区分に過ぎない。彼らの言語であるハラリ語はクシュ語が支配的な地域にあって、 セム系言語の点在する地域を構成するものである。筆者には本来アラビア文字が使われたが、近年ゲーズ文字も使われるようになっている。住民たちからゲーと呼ばれていた。この街は資料によって異なるが7世紀から11世紀の間に建造されたようであり、アフリカの角におけるイスラームの宗教的、文化的中心地として立ち現れた。こうした背景から、ハラールは、 他のエチオピアの都市と異なるアラブ風の街並みを持っている14世紀のエチオピア皇帝アムダセヨン一世の年代記には1332年に遠征を行った記録の中にハラールの名前が現れるかつてはエチオピア帝国に侵入していたアダルスルタン国の一部でありアブーバクルイブンムハンマド地下の1520年にアダルの首都となったその後16世紀中に 左利きのグランの異名を持つアフマドイブンイブリヒム、アルガーズイーがハラールを拠点に侵略戦争を仕掛け領土を拡大し、エチオピア帝国の存立をも脅かした。その光景である主張ルルイブンムジャヒドは、街の周りを5つの門を持つ4メートルの城壁で囲んだ、ジュゴルと呼ばれた、この壁は、現在も残り、住民にとっては、ハラールのシンボルとなっている。 ハラールは16世紀に最盛期を迎えた。地域の文化が繁栄し、多くの詩人たちが登竜し、歌い上げた。同時にコーヒー、織物業、カゴ在庫、製本術などでも有名になった。ハラールは独立した都市国家としての形態を維持し、支配者たちは独自の貨幣も鋳造した。最古のものはイスラム歴615年とも読める日付が、 国印されているものだが、確実に最古と言えるものは、西暦1789年のことになる。その後、19世紀を通じて、さらに貨幣が発行された。ハラール滞在中の乱暴ハラールの町は1875年までは、なんとか独立を保っていたが、その年にエジプトに征服された。 東アフリカにおける拠点の確立を図るエジプトは、ハラールに3400人の兵士を派遣し、エジプトからハラールに、サトウキビ、カボチャ、アーモンド、レモン、ブドウなどの作物がもたらされた。1875年から1885年に、かけてのエジプト占領期に、ハラールは顕著な発展を遂げる。なお、この時期、詩人アルチュール・ランボが、ハラールに滞在しており、 彼が住んでいた家は今では記念館となっている。エジプト軍が撤退した1885年には東洋学者、探検家のリチャード・フランシス・バートンがハラールを訪れた。エジプト軍はハラール周辺で遊牧生活を営んでいたオレモ人の攻撃に悩まされ、1880年代にエジプト国内の政情が不安定になると町から撤退した。1885年にハラールは 束の間の独立を取り戻したが、わずか2年後の1887年1月6日、シェワを拠点とする、メネリクニセイチカのエチオピア帝国に併合された、1897年、後のエチオピア皇帝、ハイレセラシエ一世の父メコネンワルダミハイルが、ハラールの知事に就任する、エチオピアへの併合後も、都市国家時代の行政システムは機能しており、 メコネンラ・アムハラ人の知事たちはそれを利用して、統治を行っていた。メコネンは、オロモ人と対立しながらも街の開発を進め、公共施設、道路の建設に力を注いだ。1902年に建設されたラスメコネン病院は、フランス人設計家の手によるものである。メコネンの知事時代から1920年代半ばまでの間、アフリカアラビア半島の交易路が交差するハラールは、 商業の中心地として繁栄した。1906年にハラールを訪れたイタリア人エンリコ・アルベルトは土着のイスラム教徒と新住民であるキリスト教徒が共存する街の様子を記録している。その後、ハラールの商業的重要性は後退する。当初、都市間を直接結ぶことが計画されていたアディス・アベバとジブチ間の鉄道が工事非縮減のため、 ハラールとアワッシュ川の間で山の北側を迂回することになったためである。この結果、新しいハラールとして、新都市、ディレダワが1902年に建造された。かつてハラールの知事を務めたハイレセラシエ一世が皇帝に即位した後、1930年代から町の再開発が行われる。学校、郵便局、ホテルが建設され、ハラールは、 ショートから行政の拠点に役割を変えてゆく。第二次エチオピア戦争前は3万5千人以上がハラールに居住していた。第二次エチオピア戦争後、ハラールはイタリアに占領されるが、街でのアムハラ人の影響力が拡大しつつあることに不安を覚えていた。先住民たちはイタリアの進出を歓迎した。イタリア占領時には重要な軍事拠点とされ、 軍用の建物や発電所が建設される。1977年から1978年にかけてエチオピアとソマリアの間でオガデン戦争が起きると、ハラールの住民は国外に亡命した。1991年に民族自治の精神に基づく行政区画の再編が実施され、ハラールは州と同等の権限を有する特別行政都市に指定される。 1995年には、ハラール市とその周辺だけで一つの地方行政体、ハラリ州となった。また、ディレナワからハラールへの給水パイプラインが現在、建設中である、16世紀半ばに、キリスト教勢力の攻撃を防ぐために、町の周囲に円形の城壁が建設された。城壁の中の旧市街は、複雑な発展を遂げ、362もの袋工事を持つに至った。 旧市街には、フェレスマガラ広場を中心に、百獣のモスクとさらに、多くの寺院が立ち並んでいる。特に、メドハネ・アレム大聖堂と16世紀のジャミモスクなどが有名である。ハラリ人が19世紀に建てた家は、アダルハウスと呼ばれ、観光名所になっている。ハラリ国立文化センターの建物は、典型的なアダルハウスを再現して建てられたものである。長い伝統として、 ハイエナへの絵付けも行われている。もともとは1年に一晩だったのだが、1960年代に観光客向けの見せ物として夜ごとに行われるようになった。土産物用の手工芸品は人気が高く、あまりの人気の高さに外部への輸出販売が禁止された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。